Choose your save data. けど、英雄を探すって言っても、どこを探したらいいんだ？そういえば、クロムさんたちと会う前に、街の中で異形の者たちに襲われたんです。そこに、仮面をつけた謎の剣士が現れて、私たちを助けてくれました。そうそう、あれ、その人、なんて名前だったっけ？確か、マルスと名乗っていた。マルス、もしかしてその人は古の英雄王マルス。いや、そんなはずはないか。マルス王は何千年も前の人物だ。しかし今は他に当てもない。調べてみる価値はあるかもしれないよ。なら私が偵察に行ってきます。クロム様、砂漠で有力な情報を掴んできました。え、もうですか？すごい、ティアモさん、何でもできるんですね。ああ、ティアモは真面目で努力家で、よく気がつく。本当に助かっているんだ戦闘でも頼りになるし、俺たちにとってかけがえのない。ティアモ、どうした？すみません、クロム様、報告を続けます。砂漠に進駐してきたグストン軍が最近腕の立つ傭兵を雇ったらしいんです。その傭兵の名はマルス。仮面をつけ、見たこともない剣術を使うとか。間違いない、あの時の剣士だ。古の英雄をその人とは思えんが、まずは会って話をしてみるか。またしてもグストン軍か。信じたくはないが、やはり父上が。ダリオス、何が起こっているのか明らかにせねば。さあ行くぞ。よろしいですか？よし、行きましょう。俺に任せろ。ひどい写真ね。これじゃ進軍もままならないわ。この写真、特定の場所にだけ発生してる。残念だったぜ。魔法で起こしたものか。魔法？怪しい石柱を見たわ。壊したら砂陣は止められないかしら。ミッション開始です。砦を制圧していかなければ石柱にはたどり着けませんね。よし、行きましょう。すまない、さっきの傷が痛むんだ。ここで
守備と指揮に専念させてほしい。なら私はルフレを護衛しながら周囲の警戒に当たるわ。ルフレを変える。覚悟はいいな。いいですか。制圧しました。報告します。変な柱だな。ティアモが言ってたやつか。なんか怪しいし壊しとこうぜ。伝説の英雄王マルス、この目で確かめるまでは危険な。いいですか。制圧しました。制圧しました。これで終わりだ。マルスに会えないぞ。早く柱を壊してみようぜ。俺は戦う。急いでください。制圧しました。鍵を持ってたって。何か大事。
事なものが隠されてるのか。よし、行きましょう。何も起こりませんね。残りの石柱も壊してみましょう。よし、行きましょう。敵の増援です。先ほど偵察に来ていた中、奴を叩け。生かして返すな。まずい、何とかするぞ。ミッション開始です。報告します。そんな放っておけば後ろの味方が狙われそうだ。早めに片付けた方がいい。急いでください。本気で行くぞ。目が開いてる。これで終わりだ。俺は戦う。脅威は去った。俺に任せろ。油断はできん。やりましたね。
やりましたね。お兄ちゃんかっこいい。それでこそ私のお兄ちゃんだよ。出せるようになりましたね。ミッション成功です。よし、写真がやんだよ。いつの間に進軍した。本気ならば迎え撃つまでだ。反応しました。ミッション開始です。本気で行くぞ。あの女を言い落としてやれ。弓はペガサスナイトの天敵だ。近づけさせたらまずい。ミッション開始です。残念、買えませんでした。参ります。ここまでか。成果はいまいちだったわね。ティアモがやられちゃうぞ。急いでください。危ないところだったわね。やりましたね。すげー、やるじゃん。マルチさんは闘技場にいるはずです。急いで向かわないと。急いでください。見つけた。あんたマルスって名乗ってたよな。俺たちは。その件確かめさせてもらう。誰に学んだ。
です。勝利条件変更です。これで終わりだ。俺は戦う。話し合うって雰囲気じゃないわね。いや、わかるだろ姉さん。話は戦って勝ってからだ。ミッション成功です。さすがだね。僕の負けだ。いい勝負だったな。マルスの名にふさわしい強さだ。勝ちだな。敗れた以上、傭兵としての僕はお役御免だ。これからは君たちに協力させてほしい。どういうことだい？グストン軍がファウダーという呪術師を使って何かしようと企んでいる。僕はそれを調べるために闘技場で優勝し、傭兵として潜り込んだ。竜の祭壇と呼ばれる場所で怪しげな儀式を行っているのまでは突き止めだったが。儀式？グストン軍の企みってまさか司祭様がおっしゃっていた邪竜の復活？父上が本気でそのようなことを。だとしたら俺は。ちょっと待ってくれ。邪竜の復活というのは一体いうわけなんです。なるほど。それで僕がその奇跡というのを持っているかもしれないと思ったのか。そうなんだよ。英雄王マルスならきっと思ってるんじゃないか。力を貸してくれ。話は分かったが、今はファウダーの儀式を止めるのが先決じゃないか。こうしている間にも儀式が成功し、邪竜が復活してしまうかもしれない。万が一にもそんな企みがあるのだとしたら、絶対に止めなければなりません。たとえ父上に剣を向けることになろうとも。どうやら俺が一番活躍したみたいだな。いらっしゃい。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ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 。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。いいか。うまくいったぜ。選んでくれ。選んでくれ。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。選んでくれ。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。いいか。うまくいったぜ。いいか。うまくいったぜ。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。選んでくれ。いいか。うまくいったぜ。
なんだ。選んでくれ。選んでくれ。ああ、できないみたいだな。ああ、できないみたいだな。ああ、できないみたいだな。いいか？いいか？うまくいったぜ！できないみたいだな。いいか？うまくいったぜ！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 またな。もうそろそろ竜の祭壇よね。ファウダーは何を企んでいるのかしら。そんな、言ってみればわかるだろうな、デフレ。ルフレ、大丈夫か？ああ、ルフレ、どうかしたのか？ここのところ、よく眠れなくて。それに、この頭痛は何だ？ルフレさん、顔色が優れませんね。休んでいた方が。そうだね。また戦いになるだろうし、後方で待機させてもらおうかな。敵に襲われでもしたら心配だ。俺も軍の後方にいて様子を見よう。すまないクロム。クロムさんが近くにいれば安心ですね。お願いします。竜の祭壇の方は俺やマルスたちに任せてくれよな。いや、僕はしばらく一人で行動させてもらう。え、一緒に戦ってくれるんじゃないのか？すまない、どうしても気になることがあってね。片付き次第合流するよ。マルスさん、わかりました。さあ皆さん。
よろしいですか。よし、行きましょう。任せて。前に出ます。よっしゃ任せろ。あれが竜の祭壇か。パウダーを倒し、よっしゃ任せろ。儀式を止めなければ。いいですか。この暗闇の障壁がある限り、他の者が壁を越えることはできぬ。あの壁を作り出してる奴がいるはずだぜ。探しながら敵陣に突っ込もう。ミッション開始です。門を突破しなければ入れない場所があるようですね。よし、行きましょう。この地形、ペガサスなら越えられる場所があるかもしれないわ。行きましょう。来たか。運命など変わらぬことを奴らに教えてやれ。グストン軍を止めよう。クロムのいるところまで攻め込まれるようじゃヤバい。敵に迫るのはいいけど、後方にいるクロム様のことも気をつけなきゃね。いいですか。報告します。そこの方、どうか私をお救いください。誰か襲われているわ。すぐに助けないと。まいったよ。ミッション開始です。毒斬りの魔法を準備しているのを見てしまって。いいですか。よっしゃ、決めるぜ。気合入った。毒斬り。貴重な情報をありがとう。それにしても厄介ね。やりましたね。
者任せろ。になりましたね。準備はいいぜ。別人のようだぞ。そういえば毒斬りの魔法が仕掛けられているとの情報がありました。怪しい敵がいたら逃さず打ち倒しておくのがいいでしょう。ミッション開始です。ここまでか。成果はいまいちだったわね。
で壁は消えたぜ。さあ残るはファウダーだけだ。ミッション開始です。まいったか。思い通りにはさせんぞ。すでに手は打ってあるのだ。敵の増援です。そんなルフレ、どうした。まさか操られて。ミッション開始です。勝利条件変更です。味方の援軍ですね。様子がおかしいと思って見張っていたが、やはりか。彼の命は奪わせない。やりましたね。残る敵はわずかです。皆さん一気に進軍しましょう。危険な場所があります。そんな毒に包まれて死ねえ。なんということを。罠とすりながら飛び込んでしまうと。報告します。種橋を動かせば祭壇から本拠地へと戻れそうですね。いいですか。増援が来たな。アイトリス軍を残らず討ち取れ。敵の増援です。救援をお願いします。苦戦です。助けましょう。本気で行くぜ。これは困ったことになりましたね。よっしゃ決めるぜ。気合い入った。毒を放置しては仲間に犠牲が。早く魔導士を倒しましょう。俺に任せろ。急いでください。苦戦です。助けましょう。すみません、どなたか救援をお願いします。制圧しました。なきゃダメか。やりましたね。俺に任せろ。ミッション成功です。ルフレ、大丈夫か。クロム、ここはどこだ。森に入ったあたりからの記憶が曖昧で。よかった、正気を取り戻したんだな。詳しい話は後にして、今は休め。ごめんクロム、迷惑をかけたんだね。お言葉に甘えて少し休ませてもらうよ。負傷してしまいました。急いでファウダーを倒しましょう。儀式を止めなくては。急いでください。状態をセーブしますか。
りましょう。消えたようですね。よかった、やりましたね。この国を好きにはさせないぜ。俺に任せろ。ミッション成功です。今は飛行だが、このような運命は認めぬぞ。ルフレさんは正気に戻り、敵の将も倒れた。この戦い、我々の勝利です。もう儀式に使われないように、この祭壇は封印した方がいいでしょう。この仮面はもう必要ありませんね。皆さんのおかげで儀式を止めることができましたから。私の名はルキナ。クロムさんたちと同じ世界から来ました。ただクロムさんたちと私たちの違いは、私たちがクロムさんのいる世界の未来からやってきたということです。未来から、私たちってことはルキナさんの他にも？とうとう気づかれてしまったか。そう、俺はかつての英雄の血をこの体に巡らせ、この世界へと舞い降りた選ばれし光の一つ。手短に頼む。俺、未来から来たリズの息子なんです。そうなんだよ母さん、俺未来から来たあんたの息子なんだ。どう
うすれば信じてもらえるんだ。そうだ、これは実の子である俺しか知らない秘密なんだが。ちょっと待って、リズの一体何を言おうとしてるの。母さんは毎晩必ずこっそり起きて。まさか。聖王の印、お前は。お父様。落ち着いたか。はい、お父様。お父様か。いやですか。好きに呼んでくれて構わない。少しムズがゆいかな。クロム、ルキナ、ちょっといいか。クロム様、失礼いたします。偵察に出ていた兵が重要な情報をつかみました。この世界のものと異なる軍装をまとった勢力が2つ現れ、互いに争っていると。もしかして私たちみたいに別の世界から来ちゃった人たちなのかな。そうだとしたらきっと異界の英雄がいるに違いない。会いに行こう。いや、接触は慎重にすべきだな。争いに巻き込まれるのは避けたい。今我が体を稲妻が走り、英雄をめぐる献身な童貞に光が差した。本当ですか、ウード。それでどんな方法が。あ、うん、ウード、分かりやすく頼む。はい、俺たちも二手に分かれて二つの軍に接触したらどうかなって。しかし戦力の分散には危険が伴います。もし戦いにでもなれば大変です。それはあるね。ただ少ない人数の方が敵に見つかりにくくもなるよ。そうですね。あまり時間もない。多少の危険を冒しても二手に分かれましょう。一番だ。
どうしましょうか。どうしましょうか。よろしいですか。成功しました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 。よろしいですか。よろしいですか。成功しました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 。どうしましょうか。よろしいですか。成功しました。よろしいですか。成功しました。どうしましょうか。どうしましょうか。よろしいですか。成功しました。よろしいですか。成功しました。よろしいですか。成功しました。どうしましょうか。どうしましょうか。よろしいですか。成功しました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 。どうしましょうか。選んでくれ。なんだ。選んでくれ。なんだい。どうする。よろしいですか。成功しました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 。どうしましょうか。武器を選んでください。
よろしいですか？成功しました。できませんね。どうしましょうか。あいつはちゃんとやってるかしら。クロムさんやフレデリックさんに迷惑かけてなきゃいいんだけど。フレデリックはむしろこっちの方をすっごく心配してたけどね。私だってやるときはやるんだから。日頃から特訓だってしてるし。異教の空に若たれし同胞を覆い隠す闇あらば、この伝説の剣で切り払おう。ウードじゃな。ひどいぜ母さん。リズさんもウードさんも私がお守りしますから安心してください。俺の立場は？あそこ女の子よ。こんなところに一人でいるなんて。お兄ちゃんもお姉ちゃんもどこ行っちゃったのかな。あれ、あなたたちは？私はダリオス。ここアイトリスの隣国グストン国の王子です。その服装見たところ、あなたはこの辺りの人ではないようですが。私、アンヤ王国のエリーゼだよ。アイトリス？グストン？で、どこ？もしかしてこの子も異世界から？エリーゼさんって言いましたね。私はこの国の王女です。すぐには信じられないかもしれないけど、私たちの話を聞いてくれますか？信じらんない。ここは異世界なの？ええ、驚くのも無理はありませんが、ぜひ私たちに協力して。見つけたわエリーゼ。カミラお姉ちゃん。よかった。どこも怪我はない？エリーゼをさらうなんていけない子たち、一人残らず殺してあげるわ。私たちさらってなんか。後悔する暇なんてあげないわ。さあ覚悟なさい。よろしいですか？よし、行きましょう。殺してあげるわ。みんな殺してあげる。今ここで。
で待っていてください。私たちは必ず何とかしますから。ミッション開始です。敵兵の接近に注意しましょう。本拠地を落とされては元も子もありません。いいですか。危険な場所があります。うわ、すっごく熱そうな地面。湖の水を使って冷やせないかな。砂取りで流脈の力を感じるよ。砦を制圧したら力を解放できると思う。侮らない。行くしかない。流脈、その力を使うには砦を落とさなきゃいけないんだね。ミッション開始です。止めるしかありませんよ。進軍の際、必ずエリーゼを取り戻す。敵の増援です。行きます。あの敵、また本拠地を狙ってるわ。早く倒した方がいいわね。よし、行きましょう。行きましょう。これで終わりです。見せてあげる。先に砦をたくさん落としとけば戦いやすくなりそうだね。ミッション開始です。ミッション成功です。安全な場所になりましたね。わあ、すごい、水が噴き出した。地面が熱くなくなったよ。やりましたね。ずいぶん可愛らしい抵抗ね。地面が冷えたところで私には勝てないわ。このくらい報告します。制圧し、眠れる力を呼び覚ませ。深淵なる湖水が熱き岩をもいてつかせよう。よし、行きましょう。報告します。侮らない。
ぜ。この怪我では逃げられん。報告します。もしかしてあの人怪我をしてるの？大変、早く助けないと。ミッション開始です。いけない子ね。お仕置きしてあげる。
経験になりました。やったわ、私が一番ね。よろしくね。よろしくね。店番の策を見せてあげるよ。何でしょう。どうしましょうか。よろしくお願いします。どうする？問題ないかな。成功したよ。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 どうする？問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。どうする？問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。成功したよ。問題ないかな。成功したよ。どうする？どうする？どうする？問題ないかな。成功したよ。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 どうする？また来てね。ティアモとは別行動か。ペガサスに乗せてもらおうと思ってたのにな。おや、ご存じないのですか。ペガサスは男性を嫌うので乗せることは滅多にないのですよ。なんだって。それって俺はペガサスナイトにはなれないってことじゃん。そうなりますね。ですが馬に乗り戦場を駆ける騎士でも良いではありませんか。馬か。実は馬に乗るの苦手なんだよな。苦手？それではペガサスに乗るなど最初から無理だったのでは。騎士になるための最大の障壁だぜ。ってあれは誰だ？
どうしましょう。見つかってしまいました。お前大丈夫か？ありがとうございます。助けてくださったのですね。無事みたいだな。安心したぜ。まだ敵がいるかもしれない。しばらく俺たちと一緒にいたらどうだ？はい、ありがとうございます。よろしければお名前を。みんな、何か飛んでくる。あれは、さくら、無事か？今助けてやるぞ。白昼堂々我が妹を連れ去ろうとは、もはや命はないと思え。誤解だ。俺たちは助けただけで。聞く耳を持たないみたいだよ。今は戦って身を守るしかなさそうだね。よろしいですか？よし、行きましょう。されたままサクラを連れ去られないよう本拠地もしっかり守る必要がある。いいですか？報告します。見つけました。龍脈はその砦にあるようです。砦を制圧していただければ龍脈の力を解放できます。いいですか？報告します。運命を変える。俺は負けん。報告します。白夜の人たちが本拠地に。私どうしたら。いいですか？よし、天魔武者が間もなく敵の本拠地に到達する。サクラを取り戻せ。まずい、早く倒さないと。俺たちの本拠地が。急いでください。苦戦です。助けましょう。これは困ったことになりましたね。報告します。報告します。報告します。よし、行きましょう。よし、行きましょう。ミッション成功です。これで敵の進軍が鈍るはずです。報告します。このままでは味方の兵が敵に囲まれている。救援に向かおう。ミッション開始です。
敵を撃退できたぞ。天魔武者を破るとは、敵も侮れんようだな。敵の増援です。解放しました。ひるむな、進め。早く日の香姉様にお会いして誤解を解かないと。本気で彼女が聞く耳を持たない限り戦いは避けられそうにありません。ミッション開始です。あの崖さえ越えられれば彼女の元にたどり着けるんだ。さっきの龍脈ってやつを使えばいけるんじゃないのか。これで終わりだ。決着をつける。はい、まずは龍脈の力を感じるあの砦を制圧してください。いいですか。通れるようになりましたね。本当に地形が変わった。これで崖を渡れそうだ。龍脈の力が眠る砦は他にもあるはずです。解放して先に進みましょう。俺は負けん。何？敵も龍脈を使えるのか。だがこの程度では私に近づけんぞ。ミッション成功です。助かりました。よろしければこれをお持ちください。やりましたね。このままでは攻めきれそうにないな。おい、援軍を呼んできてくれ。は、承知しました。敵の増援です。あの敵、前線から外れていますね。もしや増援の要請では。運命を止めましょう。これは負けん。ミッション開始です。苦戦です。助けましょう。これは困ったことになりましたね。これでどうだ。制圧しました。この一撃で報告します。やはり増援を呼ぼうとしているようです。見失う前に止めなければ。急いでください。制圧しました。運命を変える。覚悟はいいな。やりましたね。へえ、すごい戦い方だな。報告します。まずい、このままでは増援を呼ばれてしまいます。急いでください。どうした、おじけづいたか。さくらを取り戻すまで容赦はしないぞ。あの仮面様を止めなければ戦いがさらに激しくなってしまいます。急いでください。報告します。そんなミッション失敗です。敵の増援です。増援を呼び込まれてしまいましたか。本拠地以外の敵の砦を落としてしまおう。それで形勢は一気に僕らに傾くよ。ミッション開始です。通れるようになりましたね。これが相手。また足場が。しつこい奴らめ。おい、あんた
ちょっとは俺たちの話を聞いてくれよ。何を言う、人さらいどもと話すことなどない。報告します。帰ってくるよ。行きましょう。ミッション成功です。やりましたね。あとは敵の本拠地だけだな。よし、一気に勝負をかけるぞ。通れるようになりましたね。制圧しました。制圧しました。開門しました。制圧しました。にあだなす者は撃つ。運命を変える。覚悟はいいな。本気で行くぞ。
ッション成功です。さくらを救えないとは。ひのか姉様、違うんです。この人たちは私を助けてくれたんです。なんだって、本当なのか。勘違いをしていてすまなかった。貸しだな。どうやら俺が一番活躍した。もう俺は誰にも負けん。お前との絆は運命なんかよりもずっと強い。君のことをもっと理解できるようになったみたいだ。よろしくお願いします。よろしく頼む。選んでくれ。ん？選んでくれ。選んでくれ。
とうございました。いらっしゃいませ。またいろいろ仕入れておくわ。長時間続けてのゲームプレイはさっき、よろしいですか？ファイアーエンブレム無双